ということでですね、お始まったみたいということで、もう一回弾いてもいいでしょうということで、もう一回いきましょうということですね。この曲です。でこの曲、まあ、今日は別にニュースがあるわけではありませんので、単にこれを弾こうというだけなんですね。なんかニュースになるようなものが特になかったっていうかね、あ、映像見たけど岸田さんがさ、もろに岸田総理がもろにグレートリセットをなんとかしていかなくちゃいけないとかいうニュースをしてたみたいなね。それとかあとクラウス・シュワブさんとなんかダボス会議のさ、あれで、なんつうの、ズームのやつみたいなんで出てたみたいな話があったけど、もろって、もろにそっちなんだみたいな、隠してないんだみたいな。あれだけど全部だと思うよ、安倍総理大臣の方もそっちだと思うよ。政権取ったらそっちでやる、グレートリズムでやると思うけどね、これは。だから DS 側なんですよ、全部本当にだと思いますよ、それ。要はその DS が今だから権力、覇権を握ってるわけで、そこの覇権を握るのを日本側から誰が取るかというので争っているように思えるんだけどね、俺は。いろいろ言うと思うよ、もちろん。けどもそんな気がしますね。我々普通の人は困った状況に陥って言ってますね。それでですね、まあ、ちょっとニュースはなしで、この曲を弾こうということですね。曲弾いてる場合じゃないでしょ、本当に。だから前言ったと思うけどさ、全然曲弾いてる場合じゃないですよ、これ。まあとは言っても弾きながら行きましょうかみたいなね。まあ、YouTube、まあ、そういう時代でもありますからね。これだからそういうところにお金かけていいんだよ、はっきり言って。今の時代ね、この映像もそうだけど、例えばさ、これ光当てた方がいいんじゃない、こう例えばね、そういうもんなんでしょ。そしたらそれちょっと見たけど、 2,3,000 円でそういうの買えるんだよ。それって安いんじゃない。昔だったらっていう映像セットって1000万とか2000万とかそういうふうになる、もっとかもしれないじゃんって話でしょ。テレビ1台いくらとか、そういうふうな、テレビのカメラ1台な、何千万円とかレベルでしょ。それがもうそんなに安くなってるわけだからね。で、それをどんどん自分でやるということですよ。ただしこれ、ディストリビューションのところにね、こう、あるかどうかなんか、そこのところは気をつけなくちゃいけないけどね。まあいいや。それでですね、この曲を選んでるのは、だからこの曲を選んでない、この曲もだからその50曲に入れたいとこなんですよ。でも入れなかったらどうしようか、ちょっとベースラインがあってさ、歌うっていう感じになるでしょ。そうするとベースライン弾くのか歌うのか、メロディーライン弾くのかってことになっちゃうんで、あんまりそういうの選びたくないところがあったんでね。だからフットプリンティスとかさ、あとはなんだっけな、あれはウォーターメロンみたいなやつ、ね、ベースライン決まってると思いますけれども、それでメロディー弾いちゃってなんか強引かなっていうところちょっとあると思いますけれども、それ強引でもちょっとそれぐらい弾いた方がいいと思うけどね。メロディー弾いた方がいいと思うけど、まあ、この曲を選ばない、でも歌ってもいいっていうことであればちょっとぜひとも入れたい曲ですね、このドファンクの曲ね。やっぱスラップでね、バリバリ弾いた方がいいっていう、まあ、音楽はスラップですよ。そしてファンクを弾くのはいいんじゃないでしょうかというところで、ぜひともね、ガッツで弾きたいところですね。ガッツにしたいところですよ。気持ちで弾きましょうみたいな。これ気持ちで弾くとね、間違います。冷静に弾いた方がいいんじゃない、しかもね、これね。本当にその弾いてる方はね、弾いてる時はね、あんまりね、こうスティーディーに弾いた方がいいと思うよ、これ。俺はだとね、あんまり適当に、あんまり夏のこうやんないのね、ひたすらキープみたいな。まあいいですよ、まあ、今までの感じを傾向を見るとね、やっぱりなんかこう普通に、つうか単調に弾いてる方がいいんだな。だけどファンク、ドファンク好きですよみたいな。矛盾してますけどということで、いきましょう。